はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回も、リスナーさんからご寄付をいただきまして、滋賀高原ビールの最後、6種類目こちらです。滋賀高原ビールのポーター、まあ、黒ビールということですね。創業200年の清酒、これなんだっけ、縁起か。ごめん。縁起蔵元が滋賀高原の湧き水と厳選された高品質な材料だけを使って手作りした麦芽 100% のビールです。ポーターは複雑な味わいとスムーズな飲み口と合わせ持つ黒ビールです。ラベルのデザインは滋賀高原のシンボル大沼池のコバルトブルーのコメント、そこに住む伝説の大蛇をモチーフにしています。生ビールで容量が 330ml。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数が 5.5% です。製造所が株式会社玉村本店、長野県の会社です。毎回これ言うのはあれだね。疲れた。ポーターか。黒ビールは久々に飲みます。それ皆さん乾杯。おお、おお、ああ、ああ黒ビールだわ、うめえ。はい、ポテトチップスののり塩。うん、うまい。でもあれだね、この滋賀高原ビール、今まで飲んできた滋賀高原ビール、まあ5種類、6種類。すべてにおいて言えることは、炭酸が非常に弱い。うん、滋賀高原ビールね。全体的に。全体的にじゃ、明らかに炭酸が微炭酸どころか、ビビタンさんぐらいね。ビビタンさんぐらいなんだよね。やっぱあれなんかな、クラフトビールって、なんなんだろうね。やっぱりなんか、炭酸が弱いのかな。あー、でもあれだな。あー。美味しい。後味でこう、後味がこうね、黒ビールの、この何と言いますか、ほろ苦いと言いますか。うん。いい香り。いい香りが。ああ。あや、ギネスビール、でも、ギネスビールもよく考えてみるとすんげえ炭酸弱いんだよな、あれな。それそっくりですね。うん。ほろ苦い。ね、ビターチョコのような。香り。うん。ああ。ああ、美味しい。これ美味しいっすね。販売価格が382円。現在売り切れております。売り切れです。
クリーンな味わいで女性にも人気です。イギリス産の最高級モルト、マリスオッターをベースにエスプレッソのような、ほのかなロースト香が特徴で、グリルした、料理などと、相性も抜群です。黒いビールは苦手という方にこそ お試しいただきたいビール創業時からの大定番です。あ、これもやっぱ定番なんだ。アルコール度数が 5.5% の、ビアスタイルが、ロブストポーター。ロブストポーター？ロブストってあれですか？カニ？わからん。でも、うまい、うまいな。やっぱうまいわ。ほとんどギネスビールと何が違うんだって言われると全然わかんないけど、ギネスビールの方が、あの缶のね、缶のギネスビールの方が、まあ泡が、ほとんどこれ泡立ちませんけど、まあ、ギネスビールはあれ泡がすんげークリーミーなのが特徴だからね。あ、ロブストというのは、強い。強いっていう意味らしいです。ギネスビールに比べると若干アルコールのまあパンチみたいなの効いてますね。あれ？ギネスビールはあれなのか？ポーターではないよね、ギネスビールはね。確かね。ギネスビールってあれ、スタウトでしょ。ギネスビールはあれだよね。スタウトだから、あの、ポーターは強いはずなんだけど、どうだったっけ。ねえ。ギネスビールに比べると、いや、これ飲み比べないと絶対分からんね。 100% 俺よりさっぱり分からん。ギネスビール大好きなんだけど 100% 無理です。まあスタウトっていうのはあるな。ビアサイラスタウト。ポーターとの違いはよくわかんないっすね。ウィキペディアからだと、スタウトはビールのスタイルの一つで、黒くなるまでローストした大麦、過去モルトとは限らないを使用し、常温発酵によって、醸造されるものと言うと。うまいな、これ。うまい。これ、うまいのはうまいんだけどさ、ぶっちゃけさ、ギネスビールと変わんなくないって話になるんだよ。これ買うのはギネスビールでよくねっていうのになるんだよな。
それは非常に残念なところで。ポーターとスタウトの違い。じゃあ同じエールのポーターとスタウトの違いは何なのかと思うはずである。しかしここには明確な線引きや規定があるわけではなく、規定があるわけではなく、エールでポーターよりアルコール度数が高くて生産者がスタウトと言っていればスタウトであるらしい。で、ちなみにギネスビールがアルコール度数が GS ビールアルコール度数何パーセントだっけ？ 4.5% ぐらいだっけ？割と低かった、ね。あ、4.5% ですね。アルコール度数低いですね。これが明らかに低いですね。あ、だからあれなんか、よう分からへんところか。明確な差はないみたいなので書いてありますね。あ、そう。あ、そうなんだ。だってこっちの方がアルコール度数高いですからね。だからあれなの、特にそんなに違いがないっていうことか。なんか言ったもん勝ちみたいな。ねえ。本来はイギリスで生まれたポーターが元にあり、アイルランドに渡りスタウトポーターに改良された。で、いつの間にかポーターが取れてスタイルとして確立。スタウトと呼ぶことになったと。ポーターがパテントモルト、過去黒く焦がした麦芽とともに用いている褐色の麦芽をスタウトが用いなくなった。過去パテントモルトと白い麦芽で作るため、両者を区別するに、たる違いが生まれたという説がある。そのためアルコール度数以外にも若干の味の違いがあり、スタウトの方がより強いロースト感が感じられ、銘柄によってはコーヒーフレーバーと称される。俺最近ですね、コーヒーがですね、飲めなくなりまして、関係ないんですけど、カフェイン過敏症らしいですね。コーヒーとか、コカ・コーラとか飲むと、カフェインの作用で、ものすごい動悸がすっげえやばいんで、飲まないようにしてます。両者に共通する特徴は炭酸が少なく、ホップの鮮烈な苦味も抑えられていて、まったりとした口当たりであること。喉ではなく舌で味わうといった感じか。確かに炭酸が少ないですね。炭酸が弱いです、非常に。ほぼほぼギネスビールと同じぐらいの炭酸の弱さはあります。
インペリアルスタウトと呼ばれるアルコール度数 10% 程度のスタウトは、常温で飲むと香りがしっかりと立って美味しい。うん。あれ？これインペリアルスタウト？違うわ。なるほどね。まあだから、ギネスビールとか、ホットで飲むや、飲む人いますからね。あったかくしてね。うん。ああ、うまい。もう多分ギネスビールと、違いがよくわかんないけど、値段が明らかに違うっていうのはある。だってギネスビール、あんま、コンビニで、いくらで売ってる？ 280 円くらいで売ってるんだよ。だしかもさ、ギネスビールはさ、泡がものすごいさ、細かいんですよ。ね。で、クリーミーな、ものすごい泡が。あるんで、なんか、あんまり、ギネスビールの劣化版みたいな感じだってるな。いや、うまい、うまいですよ。確かに。うまいんだけど、特にその黒ビールっていう、まあ黒ビールですなっていう話なんです、まあエビスのブラックとかさ、プレミアムモルツの黒とかさ、まあ。それですよね。難しいっすね、これはね。いや、うめえのは確かにうまいんだけどさ。難しいじゃん。ぶっちゃけ値段が380円するわけでしょ？ね、値段が382円するわけです。で、さらに送料とか含めると1200円かかるわけですよ。ね。送料が1200円かかるわけですよ。買う価値あるかっていう話なんだよな。そこら辺ローソンとかでさ、で、ギネスビール買えばいいじゃんって話になる。まあ、いや、だからこれの、ね、香港焼きそばさんっていう人がいるんですけど、その人がこのね、レビューしてくださいって言われたんですよ、ね。まあ、お金ももらってますんで。ただ、
金もらってるから、そのね、ひいき目で、レビューしてくださいっていうわけでもないわけでしょ。やっぱガチ勢でガチで。いや、確かに金もらってるから、ほんと申し訳ないんだけど、金もらっといてもあれだよ。あれの話なんだけど、まずいじゃんって言うたら、いや、それは確かにあれですよね。だからすげえ言いづらいんですけど。ただ、俺はちょっとなるべくこの、スタンスで。いや、ガチで。ほぼほぼ無視して、そのね、レビューしますけど。うん。まあ、それの方が多分、リスナーさんもね、納得いただけると思います。これはやっぱ、あれやな、本当にあれだよね、テレビとかさ、いや、まあ、YouTube とかでもそうだけどさ、なんか誰かのさ提供でさ、例えばサントリーがプレミアムモルツをさね、俺送ってきてさ、レビューお願いしますって言われたらさ、プレッシャーだよね。ものすごい。お前うまいって言えよ。言えよみたいな感じでさ。ね、来るわけじゃん。そこはきついよね。確かに俺今までそんなことなかったからさ、分かんなかったけど、確かにその通り。きついね。誰かから例えば酒をおごってもらったとかさ、ねえ、まあ似たようなもんで、お前正月のさ、ねえ、新年明けましておめでとうだから、お前なんか酒をさ、ね、日本酒とかをさ、一升瓶でさ、送られてきてさ、で、その送られた人、じゃあ送り主がさ、どうだった？美味しかった？って聞かれてさ、いや、うまかったよって答えるしかないじゃん。うん、それまずかったよって答えるの。すげえ、すげえむずいよね。でもぶっちゃけた話、面と向かってないから別にそこまできつくないんだ。うん。いや、リアルで顔合わせてないからまだあれなんですよね。まあでもやっぱきついよな。まあ、うん、まあでも、まあ俺は基本的にもの、いや、そう、ありがたいんですよ、ものすごく。うん。ものすごいありがたいんです。だって俺からしたらもう金が、ね、金もらってるようなもんですからね。ね、おごってもらってるようなもんですからね。うまい。確かにうまい。ギネスビールよりはやっぱ若干、アルコール感は若干あるんだけど、まあ、特に気にならないレベルですね。うん。で、ローストした麦芽の香りもしっかりとします。ただ、380円で、
そこら辺のコンビニで売ってたとしたら、買いますかって話になると、まあ、ギネスビールがそこに横に置いてあったら、まあ、ギネスの方が買うわって、まあ、なるわけ。うん、まあな、仕方ないわ、これは。これ嘘つくの嫌いだから嘘つくの嫌いなんです、うん、昔嘘ついて、だ誰だってそうあると思うんですよ。嘘ついたことって。でもね、大体嘘ついてもね、嘘ついた人間も損します。嘘つかれた人間も損するんです。これ多分間違いないのかな。世界の真理だと思うね。嘘をついてもね、疲れてもね、お互いマイナスしかないですよ。うん、これはものすごい、俺の中で一つ真理を得てるね。うん。今までの人生の中で嘘ついて良かったこと多分ないんですよ。一個もないんです。だからここは正直にね、答えるべきなんです。ということで、4353です。ご視聴ありがとうございました。